ハッピーニューイヤー! みんな、明けましておめでとう! 今年もよろしくお願いします! クマーバ、ネコルン、今年は何年かわかるです? 今年は2022年! 令和4年だね! 2人とも正解です! じゃあ、干支だと何年かわかるです? トラ年!大正解です! クマーバすごい! よく知ってたね! 今年の僕は今までとは違うよ! 新年から絶好調です! それじゃあクマーバ! 初夢って知ってる? 初夢? 新しい年を迎えて最初に見る夢を初夢って言うんだって! つまり、今日の夜に見る夢です! 初夢で1年の運勢を占うんです! 一富士二鷹三茄子だよね! ネコルン物知りです! さっきパパに教えてもらったんだ! 一軸、バナナ、さくらんぼ? びっくりするぐらい違うです! 一富士二鷹三茄子 初夢でどれかを見られると1年間ルンルンで過ごせるんだって! ナスよりカレーライスがいいな! いつもと一緒の食いしん坊のクマーバです! 今までと違うんじゃなかったの? 本当に違うんだって! 今年はいろんなことにチャレンジするよ! せっかくだから動画を見てくれてるみんなに 今年チャレンジすることを発表するです! よーし! それじゃ、タブリスに注目! 1つ目! ニコニコクマイルコンサート! 1月 9日に コンサートイベントを開催するです! 本番に向けてクマーバは毎日練習してるです! 2つ目! 新しいアニメの配信! 今月から配信スタートです! クマーバの新しいお話を応援よろしくです! 3つ目! 新しいグッズの発表! 今年もたくさんのグッズが登場するです! みんなゲットしてほしいです! 他にもいろんなことに挑戦していくよ! 楽しみにしててね! すごく楽しい1年になりそうだね! うん! いろいろ待ちきれないよ! そうそう、タブリス! 今年もあれやろうよ! もちろんです! タブリスおみくじで今年1年の運勢を占うです! 待ってました! みんなも楽しんでいってね! それじゃ、 せーの! 今年もよろしくね! タブリスおみくじ、スタート! 好きなタイミングでストップしてください、ピース! せーの! みんなにとって!